こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はブラックフライデーということで、皆さんもお買い物される方多いんじゃないかと思います。私はですね、ヒーローズコラボガシャスルーをするつもりだったんですが、昨日ねミラティブでゲリラ生配信をさせていただいたんですけれども、そこで引きました、10連はい、10連だけやろうと思ってやらせていただきました。なので今日はそちらから切り抜き動画という感じにしたいんですけれども、音声が生配信では視聴者さんにね、コラボ参加、音声コラボで参加していただいたので、音声はオフにして、今から声を私が後付けで入れていきたいと思います。はい、ではまずピックアップを見ていきたいと思います。はい、スーパーフルパワーサイヤ人4限界突破ベジットゼノ、こちらが一番の目玉っていう感じですよね。これは欲しいなと思います。引くのであれば欲しいです。そしてね、ブロリーですね。ブロリーはね、キャラ的にそこまで好きじゃないというか、そんな好きじゃないので、うん。はい、あとね、これ、赤き仮面のサイヤ人、スーパーサイヤ人ロゼ3。これもフルパワーロゼになって、ムッキムキロゼになるのが、それがね、見たいので、欲しいです。はい、そして、スーパーサイヤ人コット SS ベジータ、暴走制御。こういうベジータもいいですね。ちょっと欲しいですね。そして、フィユー、暗黒王フィユーっていうキャラですね。はい。そして、あ、このね、ゴールデンメタルクーラーもね、持ってます、すでに。というかね、持ってることを忘れていて、育成してなかったので、急いで作りました。そして、邪念爆改造。はい、こういうのもいるんですね。それでは、ここからが生配信からの抜粋になります。ちょっとね、画像が荒いので、そちらごめんなさいなんですけれども、見ていただきたいと思います。はい、では、10連。いきます。10連だけやろうっていう気持ちでやりました。ごはんくん一人でした。はい。このね、ヒーローズコラボガシャって、なんか演出が、ゴッド演出が一番いいよっていう風にね、おっしゃっていましたね、皆さん。SSR が3体出ると、ヒーローズコラボのキャラね、3体出るってことなんでね。はい、ここね、カメハメハでしたね。セリフは。で、3、ゴッドは来なかったんですよね。はい、ドキドキしてますか？皆さん見てくれてる方、どうだろうなって感じですよね。ご飯くんじゃないかなって感じですよね。ところが、なんとはい、出ました。ここでベジット4が、はい、4限界突破ベジットゼノ、これが一番の目玉ですよね、今回。もうね、めっちゃめちゃびっくりしましたね。この演出で出るんだって思って、すごいびっくりしてました、この時。10連だけやろっかなーって言って、10連目ですよ。すごいよね。嬉しかったです、これは。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございますですね。はい、そして、まだあるので、ワクワクですよね。確定枠も必ず、ヒーローズコラボキャラが出るんですよね。確定でね、コラボキャラが出るっていうのはいいよね。やっぱり引くっていう気持ちも出るよね。はい、姉よいしょ続き、ダボー姉よいしょ。この次ぐらいかな。はい、ベジータでした。確定枠がね、スーパーサイジンゴッド SS ベジータ暴走制御でした。これもね、かっこいいですよね。これは嬉しいなと思います。ベジータ。はい。はい。というわけで、10連だけやろうということで回しました。ヒーローズコラボガシャ。いや、びっくりしましたね。ベジットが出てくれました。そして、欲しかったロゼは出なかったんですけれども、ベジータも出てくれたので、この10連はすごい素晴らしい10連だったかなと、はい、思います。ありがとうございます。この日ね、ミラティブ、昼間、ゲリラ生配信をやらせていただいたんですけれども、ご視聴くださった皆さん、コラボ参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ミラティブの方では、これからも本当に時々にはなりますが、
ゲリラで生配信をさせていただきたいなとは思っております。 YouTube の方は毎週日曜日の14時2時からが確定で生配信をさせていただいている日程ですので、これからもぜひ遊びに来てくださいね。そしてですね、生配信いつも昼間私やってるので夜もやってほしいなっていうねお声もいただいております。やりたいなと思いつつなかなか夜時間取れずにできていないんですけれども、本当に近々夜も YouTube の方で生配信ができたらなと思っておりますので、告知はねできないと思うんですけれども、できるってなった日に急にねそちらの方もゲリラっていう感じで YouTube 生配信夜させていただくかもしれません。その時はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。ヒーローズコラボ5社、私はとても嬉しい結果となりました。これからね育成して使っていきたいと思います。チャンネル登録高評価もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画も絶対見てくれよな。